はい、皆さんこんにちは、やこです。よろばにはせよ、やこいみだ。今回はですね、私が韓国に持ってきてよかったなと思うものをね、ご紹介したいと思います。はい、まあね、これからコロナの状況によってね、隔離がなくなったりまだ続いたりとかすると思うんですけど、まあね、あくまで個人の意見なんですけど、参考までになればなと思います。はい、まあね、紹介していきたいと思います。食べ物なんですけど、まず1点目はこちらです。ちょっと汚いんですけど、こちらはお味噌汁です。味噌汁、はい。やっぱね、韓国に来たら日本の味噌っていうのがあんまりなくて、その味噌でもこう天ジャンチゲとか天ジャン味噌とかもあるんですけど、なんかね、日本の味噌の味っていうのはこうなかなか韓国では味わえない味やなと思うんで、やっぱりね、もう本当に味噌汁はあったらいいと思います、なんぼでも。はい、まあね、なんかご飯家で作ってなんか一品足りひんなーっていう時にこういうのがあればね、お湯沸かして入れるだけなので、すごくね簡単やし、まあ、簡単にね日本を感じれるものかなと思います。はい、私がね結構味噌汁が好きなんですよっていうのもあって、皆さんにねちょっとご紹介したいなと思いました。はい、で次なんですけど、飲み物の方で、このね、私はこのほうじ茶が結構好きなんですよ。ほうじ茶と、あとこの多い音のティーパックみたいな、まあ、こんな感じでね、めっちゃやっぱに韓国でも多いお茶みたいに緑茶とか買えなくはないんですけど、麦茶もあるしね。けどなんかその高かったり、やっぱりどうしてもなんか頻繁には飲めないじゃないですか。でもやっぱ私はお茶が結構好きなんで、こういうのがねあったら手軽に飲めるのでね、すごいね楽やと思います。まあ、あったらね、はい、いいかなと思います。はい、まあ、食べ物はこれで以上なんですけど、なんかね、私が持ってこればよかったなと思うものに、ドレッシングとふりかけがあるんですけど、なんかね、韓国はドレッシングがあんまり、なんやろね、私が多分見つけれてないだけやと思うんですけど、ドレッシングがそんなに多くないんかな、種類が。わからないんですけど、ドレッシングはね、持ってきてたらいいかなと思います。まあ、1本ぐらいはね。まあ、ふりかけ、これはね、隔離中にめっちゃ思いました。なんか日本におったらふりかけってそんな好きじゃなかったんですけど、やっぱどうしてもね、こう一人暮らしとかやったら、もうご飯、めんどくさいからご飯チンして食べればいいやとかなるんですけど、一緒に食べるものがないってなった時に、やっぱりふりかけがね、あったらすごいね、まあ、便利っていうか、まあ、パッパってご飯、簡単に食べれるので、まあ、あればね、いいかなと思います。はい。で、次はね、こちらです。食べ物じゃないんですけど、見えるかな？やっぱね、電圧が違うじゃないですか。やっぱ皆さんこういうのは、まあ、持ってきてると思うんですけど、何個かね、あればいいかなと思います。で、種類があるじゃないですか。やっぱ C と SE が私持ってるんですけど、C はね、ちょっと抜けちゃうんですよ。刺したら結構、ぴょって抜けちゃうから、SE の方がね、いいかなと思います。でね、次はこちらになります。タッパー、まあ、普通のタッパーなんですけど、まあね、隔離の時とかはね、やっぱ買いに行けないじゃないですか。やし、まあ、一人ですって家ご飯食べてて残ったものをね、どうするかってなった時に、やっぱりタッパーっていうのがあったらね、便利やなと思います。はい。まあね、全然韓国でも買えるんでね、持ってこなくていいと思うんですけど、まあね、これからまだ隔離が続くようやったりしたら、すごいね、おすすめですね、これ持ってくるのは。はい、次はね、こちらラップ、こちら大事です。これもね、隔離中にすごい大事やなと思いました。はい、で次はね、やっぱり生ゴミの処理に結構困るじゃないですか。で、私はね、日本にいる時にね、なんかどなたかの YouTube で見たんですけど、こちらのね、緑、これ普通のゴミ袋に見えるんですけど、生ゴミを消臭、匂いを消してくれるゴミ袋なんですよ。だから、まあ、これに入れて冷凍しとけば匂わないよっていうのでね、結構ね、便利でした、隔離中にあって。
はい、まあ、一人暮らしやったら、まあ、今普段隔離も終わってね生活してるんですけど、生ゴミってその頻繁にゴミに出すほど出ないじゃないですか、一人で住んでたら。1週間に1回2週間に1回ぐらいをこうバッて捨てる感じなので、まあ、それまでどうしてるかって言ったら、やっぱり冷凍保存をしてるんですよ私は。ゴミ袋がいっぱいになるまでね。なんかゴミ袋を半分で捨てるのはもったいないじゃないですか、まあ、そこもケチなんですけど、まあ、満パンにして捨てたいっていうのもあるから、これにまず先ね、こちらの方のやつに貯めていって、で最終、指定の生ゴミの袋にね入れるようにしてます。一応商品はねこちらの方にねこんな感じで、はい、載せときますので、 Amazon でも買えるしね、楽天でも買えると思うので、皆さんねぜひね韓国に来られる際は、はい、持ってきたらいいかなと思います。めっちゃおすすめです。はい、でね次なんですけど、こちらですね、お薬ですね。基本的に皆さんね日本でねこう、まあ、頻繁に飲まれてるお薬とかあるじゃないですか。やっぱりそういったものはねできれば持ってきてた方が安心っていうか、やっぱ韓国も薬はいっぱいあるんですけど、まあね、あるんですけど、なんかどうしても買いに行くのとかって、薬局とかってあんまり行きづらいじゃないですか。あと目薬もね持ってきたんですけど、めっちゃ、はい、韓国でやっぱ目薬ってそんな見かけないんですよ。あるんですけどね。だからやっぱ目薬もまあ、コンタクトされてる方とかね、ドライアイの方とか、はい、使われてたものを何個かね多めに持ってくる方がね安心かなと思います。はい、で最後なんですけど、こちらですね、はい、まあ、生理用品ですね。これはね私もこの間一回韓国のやつ使ったことがあるんですけど、全然ねなんか悪いとかじゃなくて、韓国の製品がなんかそのふかふかな感じがね、日本のやつの方が私は自分の肌に合ってるのかなって思います。はい、まあね大してその大きな差とかはないんですけど、やっぱその何年も同じものを私は使ってきてたので、こちらの方でこちらのね商品を、うん、だからなんか慣れっていうのもあるから、まあね生活しながらいつもこれ持ってきたらよかったなとかふって思う時があるんですけど、今なんかあんまり思い出せへんっていうのもあって、まあ、韓国と日本ねやっぱりその同じようなものはめっちゃ売ってるんですよ。ただそのまあ日本でね結構その長年同じものを使ってきてたとか、そういうものがあればねできるだけ日本から持ってきといた方が安心っていうのは合ってるんかわからないんですけど、まあねこう不便を感じることなく生活できるのではないかなと思います。言葉足らずなんですけど、語彙力がなさすぎてごめんなさい伝わってるかわからないんですけど、まあね、私がね、持ってきてよかったものの紹介でした。はいでね、今まで結構ね家撮影が多かったんですけど、まあね次回からはちょっと遅くて撮影をねどんどんしていこうと思いますので、楽しみにしていてください。まあ、最新のね韓国の様子とかも伝えれたらなと思います。はい、じゃあねまた次の動画でお会いしましょう。ウリタンミョンさんでそうまんなよ、バイバーイ。